エンペラーの須藤に勝ったそうだな。あいつは俺の獲物でもあった。まさにコンビに油揚げだ。このまま黙って見てるわけにはいかない。悪いがターゲットはお前に変更させてもらうぜ。地元でも負けは悔いが残るから、けじめはつけさせてもらうぞ。予想以上の実力だな。こっちも全力で相手してやるぜ。やりにくいぜ。ライン取りにまだ甘いところがあるぜ。なるほどな。イロハ坂に挑戦しに来るだけのことはあるぜ。確かにお前の走行ラインは完璧だぞ。今のところはな。早い車だぜ。ここまで差をつけられるとはな。コーナーはドリフトが基本だけど、何か根本的に違う。もう待てん。そろそろ行くぜ。仕掛けるのはこの先の右と決めた。悪く思うなよ。インベタのさらにインというのは空中に描くラインだ。走り慣れたイロハ坂で負けるかよ。こっちから先手を打って限界まで攻め込んでいく。かなり速い。だがそこまでだ。やるな。一発でジャンプをクリアしてきてな。さあ誰だ。本気になっちまうと一体何が起こりやがった。相手の蹴られた。マジかよ。絶対捕まえる。そんなバカな。まるで峠センスの塊みたいなやつだぜ。俺もカート上がりだけに、コーナーはドリフトが基本だけど、何か根本的に違う。今日はいい体験させてもらったよ。またどっかでやろうぜ。腕磨いとけよ。